午前7時過ぎの JR 福島駅前です。この時間もしんしんと雪が降り続いています。地面には雪が降り積もり、昨日までの景色とは一変しています。雪が降り続いたのが福島市。学校はどうです？大丈夫そうです？遅れる。富岡町、そこまで気温は低くありませんが、辺り一面雪で真っ白になっています。道路は圧雪されて滑りやすくなっています。富岡町の高齢者施設では、職員が駐車場で雪かき。渋滞であったり、やはり雪道に慣れていないので、そのあたりはこう慎重にこう運転してきたというところで、やっぱり通勤までにこう時間かかってしまったりところがやはり大変でした。一方、猪苗代町では吹雪と積もった雪が舞い上がるホワイトアウトによって、直線道路でも時に危険を感じる状況に。そんな中、思わぬトラブルも起きていました。燃料ポンプとかフィルターが凍ってるっていう状態で、エンジンが全くかからない状態ですね。昨日からキャンピングカーで観光に訪れた埼玉県の夫婦。車中泊で朝起きると、寒さでエンジンがかからなくなっていました。レッカー移動なども検討していましたが。復活しました。ああ、よかった。多少お湯かけたりしたんですよ。ええ、ああ、よかったですね。いやー、ありがとう。どうですか、今の気持ちは。いやー、助かったです。2時間半でエンジンが復旧し、事なきを得ました。